先日小沢一郎がですね、野党の一本化ということをお話ししてましたかが、それについてどう思うか。ありがとうございます。私自分で旗揚げする前はですね、小沢一郎さんと共にやってたんです。共同代表という立場で、で一人で旗揚げしたんですね。その小沢さんが野党が塊になって政権交代をするべきだってことを言い出したんです。どうして小沢さんがそれを言い出したかって言ったら、立憲民主党の今の党首が、今回は共闘しない、自分たちでやる、そう言い出したんです。つまりはバラバラになっちゃったら与党を利するだけだから、だから小沢さんはそこで塊にならなきゃダメだということを言い出したってことなんですね。考え方としては間違ってないと思います。ただし塊になったとしても、今国会の立憲民主党がひどかったんです。反対するふりはしてるけど、廃案にするつもりはない。悪い法案であったとしても、戦ってるふりだけで通しちゃってるんです。戦う気概がない者たちに議席を与えるために私たちを犠牲にすることはできない。つまり何かというと、一つになりたいんだったら、じゃあ私たちにどのようなインセンティブがあるかってことを、これは合理的に説明してもらわなきゃいけない。つい最近閉まった国会でさえも全く戦っていなかった。はっきり言えば体張る気もなかった。増税につながるってことさえも、逆に言ったら委員長解任、他にも、大臣の問責ってことさえもやらずに、逆に通してしまった後に内閣総理大臣への不信任みたいなものを出してるんです。つまり何か、どっちかって言ったら賛成だったんじゃないの、それにもって思えるぐらいの話。このような態度をしてきた者に対して、やっぱり野党は一つになろう、その代わりにお前たちがどいてくれとか、お前たちの票を俺たちの議員に入れてくれみたいな都合の虫のいい話ないでしょ。そんな虫のいい話ない。ガチで喧嘩するんだ、ガチで戦うんだっていうような人たちならば応援するけれども、今はそれは見えないであるならば、今一緒にやる必要はないと思ってます。ありがとうございます。